満点ホッチやってまいりました。久しぶりですね。そうです、東京オリンピックも侍ジャパン金メダルでいい形で終わりまして、いよいよ、発展球、明日からは夏の甲子園が始まり、 そして13日からはペナントレースも再開始まりますね。そんなわけで、このオリンピックの中断期間中もジャイアンツ、いろいろありました。なんといっても水井デスク、こちらですよ、ハイネマン、ね、巨人新外国人獲得へということでハイネマン、名前かっこいいですね、ハイネマンって。ハイネマンで、ハイネケンでこう一杯、絶対言うと思いますよ。ちょっとやりたくなるようなね、絶対言うと思ったですもう。はい、皆さんこのね、ハイネマン投手なんですけども、単年契約で野手です。そう、まず外野手、単年契約で年俸は約3300万円推定、ね、かなり、まあ、助っ人としては格安のプリですね。まあ、途中ですからね、ね、途中から、そのシーズン途中から来て、背番号は28、二浦とか、広田の背番号ですね。おー、背番号言わしたらね、まあ、じゃんじゃん出てきますもんね。そしてですね、右投げ右打ちのアベレージタイプの好打者で、トリプル A ではですね、通算166試合に出場して、打率3割4厘、メジャーではですね、通算68試合で打率1割7分2厘と、まあ、そこまでではないんですけどね。現場でなんかいろいろ僕ちょっと取材させてもらったんですけど、まあ、昔マギーっていう選手、ケーシーマギーいたじゃないですか。マギーは本当にね、献身的でさ、チーム思いのいいバッターだったな、チャンスに強くて、そう、3割打てるし30発も打てるし、ただちょっとそのスピードがね、そうややスローな感じで、そのスピードを持ってるんですって。おだけど、まだ、要はマギーではないですよ、まだ、マギーほどの、そう、ね、シーズン途中にマギーほどのバッターが来るわけがないので、なかなか来ないですよ、ね、ただ素質を買って、ほう、ああ、そっか、もちろん即戦力で働いてくれれば嬉しいですし、育成の巨人軍ですから。そうだね、今はね、はい、スケットもメルセデスがそうだったように、そう、スケットも育ててね、そう、ビエイラもそうだ、ね、そう、だから今年ね、半分あと慣れてもらって、来年の、いきなり戦力になってくれたらっていう見方もある。なるほどね、じゃあまあそこはこう、まあ、途中加入ということなんで、ちょっと長い目で、でもね、原監督は最後の砦っておっしゃってますから、じゃあ期待してるんだね、じゃあスピードがある、スピーディーマギー、スピーディーマギー、スピーディーマギーです、ハイネケン、ハイネケンじゃねえ、ハイネマンはこの報道がまさにあった時に、ね、ちょうど高橋由伸さんと僕一緒にいたんですよ。あ、そうなんだ。でね、この動画今見られちゃうからね、そう、ハイネケン、ハイネケンで調べて、じゃあハイネマンだっつって、ハイネマンだっつって、ハイネマンを動画を探してですね、お、見たんです、吉野さんと一緒に、お、したらね、全部ね、ボンダの動画だったよ。いきなり怒られるボンダ見てもしょうがないだろっつって、まあね、でホームランの動画を見てたんですけど、お、やっぱね、動きが少ない、フォームに、から、まあ、頭も動かないし、だからしっかりコンタクトさえできれば、率も残るし、まあ、アベレージヒッターとは言ってますが、外国人選手の中距離は、日本に来れば長距離ですから、でね、吉野さん的には、昔阪神にいたマートン、マートン、レッツゴーマートン、2010年から6年いて、ああ、もう安打製造機でした、確か200安打以上打ったですよね、マートンみたいになればいいんじゃないのって、なれそうだなっつって、守備も見ましたけど、外野全部守れるんですけど、結構ハッスルなんですよ。あ、なんかとにかくね、このレンジャーズ時代を知る、メジャーリーグ関係者が、とにかくエネルギッシュで、そうそうそう、労を惜しまず高い献身性を持つフォアザチームのプレイヤーだって言ってんだよね、これ日本向きじゃないかな。そうなんですよね、そうそうそう、一塁の守備もね、一塁線のゴロを、もうまるで松本哲也のように浮いてましたよ、ピャンと。あ、そっか、はい、あの動き結構ひたむきな、そう、こう頑張ってプレーするようなタイプ、マートンです、スピーディーマートンです、スピーディーマートンね、お、でかい、スコット・ハイネマン、あ、ありますよ、で、躍動感ありますよね、躍動感ある、いや、アスリート系だね、これね、なんかオースティン似てません？オースティンね、雰囲気似てるね、似てますよ、あ、でも体も締まってるしね、すげえ、雰囲気を感じるバッターですけど、あ、一塁もうまいね、レフト、
あ、大谷の打球を、大谷の打球をまあまあまあ定位置って感じで思いますな。ハイネマン選手なんですけど、はい、8月中に来日して隔離期間を経て、うん、9月中旬までのチーム合流を目指す方針だということなんで、まあ、あの一軍で活躍するのは、まあ、はい、9月中頃そうです以降になりそうかなという、ね、だからちょうど優勝の、ね、向けた勝負どころ、勝負どころだ ねセプテンバーヒートってね、うん、やっぱりあの V 争いは加熱する時期ですから、ハイネマンの力を実際借りなくても、うんうん、今揃ってるじゃないですか。そうだね、タイガースを2ゲームで追走する立場、はい、うん、はい、ちょっと今この五輪期間の3敗、うん、3分け、あ、そうですね、まあ、はい、今日あの 8.9 のこれあの昼間に収録してるんで今日 の、うん、あのまたねこれからゲームがあるんですけども、はい、今のところそのエキシビジョンマッチは、3敗3分け、そうですね、うん、だこの結果だけ見ちゃうとね、うん、もうちょっと乗ってけよって、いやこれさ、オリンピックなかったら結構ね、有感タブロイド紙とか、はい、ね、いや我々デスクはちょっとっていう感じのジャイアンツ大丈夫かみたいな報道ですけど、まあエキシビションマッチはエキシビションマッチね、はい、いろいろやっぱり試してることもあるだろうし、うんうんうん、岡本が打ってますから、そうだね、そう岡本打ってるし、ウィーラーも打ってますから、はい、うん、主力どころがちゃんと順調らしいので、うん、3本打ってますよ岡本、あ、そこなんだよね、我々もついメダルラッシュにちょっと、はい、沸き立っていたからさ、メダルラッシュを見ながらも巨人軍をこう、ね、やっぱりそれが報知の報道指定ですね、やっぱりね、見てくれてる方みんな巨人軍を追いかけてくれてる方ですから、ね、そうだな、はい、水井デスク、はい、ジャイアンツは13日の中日戦東京ドームからペナントレース再開、はい、このマウンドに立つのは、はい、山口俊投手ね、はい、スピーディー山口ですよ、ん山口俊です、山口俊がね、はい、はい、頼れる、まあ、実績は十分ですし、はい、うん、あの、侍も初戦は苦しみましたけども、うん、まあ中日もね、大変な相手ではあるけども、はい、ここは実績経験に託したいところですね、まあ、坂本もね帰ってきて、はい、あの坂本入ってくるだけでチームがやっぱりガラリと変わるじゃないですか、そうだよね、そうだそうだ、うん、エキシビションバッジもね、隼人君なしで戦ってたわけだからね、そうなんですよ、うん、坂本、丸、岡本のこのウィーラーまでね、はい、でバッティングもいいですから、で2カード目の頭は、8日に先発しました高橋優輝君、まあ今、ハーラートップだからね、はい、うん、昨日はね、まっすぐ勝負で力試しして、うん、まあ、ちょっと打たれたから制球をやっぱ大事だなっていうことをまたね、改めたらしいので、うん、期待したいです ね、この2人がこう一つ、まあ、カード頭でスタートということで、あと菅野戻ってきますからね、そうだね、はい、友井君も万全にして、うん、まあ、あの調整を、まあ、ファームでも、はい、調整登板とかすると思うんだけども、万全になってこのセプテンバーヒート、うんうん、ね、9月以降の優勝争いに向けて、うん、またペナントレース注目していきたいですね。伸びしろしかないですよ。ねえ。ハイネマン来て、直樹くん来て、菅野も来て、あ、そうだ。梶谷も、うん、待ってます。はい。うん、さあ、そういった形で、はい、この五輪ブレイク。五輪ブレイク。ね、はい、どんな激闘がペナントレース展開されるのか、うん。ここにもね、ジャイアンツの戦いぶりにみんなで注目していきましょう。他球団もね、1ヶ月ちょっと休んだから、そうだよ。変わるか。そうだね、そこも楽しんでもらいたいと思います。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よし。